とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは行きましょう。見てください、レベル。リンクのレベルが98。あと1でマックスとなってるね。まあ、ハートが残り3つ。後の方で出てくるのかな。とりあえずハートは今これぐらいでやってます。で、レベル上げなんだけども、赤い月、ブラッディームーンの場所でレベル上げをしてるのよ。ここがめちゃくちゃ美味しい。クリア報酬も美味しいし、中で戦う雑魚敵、もうめちゃくちゃ経験値持ってるので、ここが絶対おすすめ。もう80代になってくると、なんだろう、弱いクエスト行っても、全然ゲージが上がらないのよ。経験値ゲージが。びくともしない。なんでここ行くと、もうガンと上がるので、おすすめだね。で、行くときには、料理。これで、経験値アップをつけていってください。で、そして装備品に、これをつけるとなかなかいいですね。まあ、俺はちょっと中途半端な感じなんだけども、全部、10% 以上のアップをつけていけば、もう効率が全然違うと思うから、まあ、やってみてください。では、最後一周、頑張ろう。まあ、全部垂れ流すと長いので、要所要所、切りますね。では、行こうか。もうほんとね、周りの敵が美味しいから、絶対全部倒していった方がいい。しかもこの、なんだ、赤い月、ブラッディムーンのところだけのことね。普通のところは倒していってもそんなに経験値上がんないけど、ここはほんとね、格別、別格だよ。むちゃくちゃ美味しいもんね。よし、でようやくこの武器とね、おさらばできるって考えると嬉しいな。ほんとねずっとこれだもんね。ずっとね、体験版からこれを使っとったから、ようやくね、新しい装備になるっていうので嬉しい。一応ね、一つ、まあ、とりあえずのやつを作ったのよ。攻撃力110ぐらいかな。まだまだ上はあると思うけども、とりあえずのやつを作ってるので、それをね、早く装備したいのよ。本当に多分攻撃力が今の倍ぐらいになるから、だいぶ変わるだろうね。倒し方が。だいぶ違ってくると思うけども。今はほんとね、我慢の時期。ほんと我慢の時期よ。これさえ抜ければ、いいんだ。あと1なんだ。あと、2体かな。多分。モリブリン倒して、で最後二刀流のライネルを倒して、ここは終わりだった気がする。で経験値が今ね、まあ半分とちょっとかな。なんで敵を倒してからは上がらないな、残念ながら。上げたかったけどな。でもね、90過ぎた頃からもうレベルがね、全然上がらなくなってんのよ。90からは結構きついよ。でもまあ、この赤い月に行けば、そんなことはないかな。一回行けば1は上がるから、全然いい。ゲームによっては本当にね、1時間やって1とか、まあ1時間で上がらないやつがもうザラにあるからね。それを考えると、だいぶ楽。二刀流ライネルはね、ちょっとね、まだね、攻撃読めないんだよね。あ、やりにくい。まあ、必殺技も、溜まってるし、いいか。いけ。いけるか？取れるか？あ、取れない。あ、取れた。よかった。3回ダウンさせて終わりだね。
よっしゃ。3回か、長えな。よし、で次必殺技打ってダウン取ろうかな。じゃあ必殺技当てなかったら多分これ4回ダウンだね。投げ、まあ、まあ、ライネルにしてはこれが最強のやつなのかな。本年のライネルがこれは強い。あ、よっしゃー、もうちょい。あった、いいか、言っとけ。炎をね、打ってくるやつの方がまだマシ。よし、終わりだ。いける。よっしゃー、レベルは上がらなかったけども、まあクリア報酬で上がるから大丈夫だと思う。これでようやく99いったっしょ。え、ちょっと待って、上がるか、いくよね。え、上がった、びっくりした。100以上あるかと思ったわ、ビビった。よかったよかった、上がりました。いや一瞬焦った、レベル100以上あるかと思っちゃったね。レベル100で、経験値バーがもうマックスになってるので、これ以上は上がらないっていうことだね。ハートが残り2つ、まあどっかでまだ取れるんでしょうね。それはまだ後日取るということで、で武器ようやくだよ、ようやくこれからおさらばして、まあとりあえずのやつをつけとこうか。この絵の剣、マスターソードもいいと思ったんだけど弱いんだよね、若干弱いの。できればまあ重心の剣が一番強いと思うけども、攻撃力高いのがねまだ出てないので、まあ、とりあえずのところでこの絵の剣をつけておきましょう。おお、一気に一気に攻撃力が上がったね。でそしてキャラクターはここでねレベルを上げれるからいいんだよね。どれぐらいかかるお金。嘘でしょ。え、1体25,000。ちょっと待って、レベル低いやつとかだったらどうなんの。レベル低いやつとかだったら30,000。無理だ。無理だ。ちょっと待って、全員を100にするのはちょっと時間かかるな。金策が必要だね。ちょっと金策考えなきゃいけないな。まずはね、武器を作ろうかと思ったんだけども、ちょっと素材を集める系を作って、で、金策した後に最強武器を作っていくようにしようか。いや、お金これどれだけあっても足りんぞ。すげえな。そんなにいるんだ。はい。まあ、とりあえずですね、今日は、リンク、ついに最強までなりました。あとはまあ、武器だね。武器。何をしようか。とりあえず、重心の剣の、ノーマルで100ぐらいのやつが出ないかなと思ったんだよね。まあ、それを武器に、そうね。何をつけようか。あ、あれがいいか。これ、100体撃破ごとにダメージアップのプラスプラスをつければいいかな。多分これで、8% ぐらい上がるでしょ。だから 40% ぐらい上がるんじゃないの ?100 体ごとに。それぐらいの武器になるんではないでしょうか。そしてね、この質のいい武器が出やすくなるとか、まあそういうのをつけて、金策だね。もうやっていかなきゃいけないな。まあ全キャラね、レベルを、ブラッディームーンで上げるっていうのもいいけども、まあそこでやりつつ、お金を貯めてレベルを上げるようにします。まあ画期的なね、
金策方法があればまたね動画に出しますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。